ジャックギオムシモノーはフランス革命期のエタンプ市長である。1740年1月14日にエタンプで生まれ、1792年3月3日に彼の故郷で殺害された。商工場経営者であり、1791年からはエタンプ市長のジャックギオムシモノーは小麦暴動に似た暴動の犠牲者であり、明日の1792年3月3日は、 8月10日事件と9月虐殺の数ヶ月前である。彼は棒で出され、2発の銃弾で致命傷を負い、彼の護衛をする騎兵が手綱を放し逃げ出そうとして、騎兵のサーベルに刺された。彼の体は両軸された。衝撃を受け、立法議会はその市長が法律遵守に努めたとして、壮大な栄誉を用意した。しかしその惨劇の後、暴動は拡大して、 彼を殺害した二人が解放された。次の記述による。イストワール・チー・ビレイ、パリティック、ミリテール、デルリウス、モラール・イ・ファジーク・デラ、ジャン・ランベール・デレアム512ページ、イストワール・ゲネロル・イン・ペシエル・デア、デフォート・イ・デクライムズ・コミー・ルイ・マリー・プリドム32ページ、イストワール・パーレメンタイア・デラ・レボリューション・フランセーズ、 ジャーナルでアセンリーズ、フィリップ・ジョゼフ・ベンジャミン・ビュシェ、プロスペール・シャルルルー421ページ。ありがとうございます。